ついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上岳の崖を登りて穂村堤し岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、己神はこともなし。暗示出したるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技をつき、対馬の民をなで切りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、公平死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。寒いな。かじかんできた。火はないのか。
早く体を温めねば。このままでは凍える。このままでは凍える。火はないのか。寒すぎる。もうダメだ。さあ、火のそばへ来てください。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。凍えてきた。かじかんできた。